はい、諸君、こんばんはです。いよいよですね、中学2年生、同点の問題に入ってきました。次回からね、ちょっと中間対策で、ちょっとまた戻って復習に入っていきますので、なんとしてでも今日ここまでとりあえず進んでおきたかったんですよ。ですので、ちょっと無理やり強引にですね、同点までの話を持ってきてしまいましたが、よろしくね。わからなかった人、多かったと思う。ですので、ぜひ、このね、動画で、なんとかちょっとでもね、ちょっとでもね、理解を深めていただければ、俺たちは、ね、勝ち組になるんで、ね、ここら辺と当然諦める人が出てくる。踏み台にして、そいつらを、なんてね、嫌な話ですけど、ぜひ、そんなつもりでですよ。頑張ってほしいなというふうに願っているわけでありますね。見てください。 P 君が動きます。動くから動く点だから点 P の同点、こういうわけですね。まあ、P なんて書いちゃったけど、これは点 P っていうことですよ。点 P が動くんですよと、 P 君がね、ここら辺に P なんて書いてみましょう。 P 君が動くんです。この点がどうやって動くか、ここに書いてあるのでちょっと見てください。点 A を出発して、点 B、C を通って D まで進むんです。毎秒2センチで。P 君は A を出発して、2センチ、1秒間に2センチの速さで B に到達して、B から C まで来て、そして C から D まで行きますよ。この一辺、二辺、三辺を通って旅をしていきますよ。これがお話です。毎秒2センチ。1秒間に2センチ。秒速2センチ。毎秒2センチ。一緒よ。で、X 秒後の三角形 AP で、AP で、この斜線部分。これを面積を Y 平方センチメートルとすると、どうやって表されますか？ Y イコールなんとか X とかねっていう、こういう話です。ほんで、まあ先に鉄則を言ってしまうと、同点の鉄則は、秒速が1センチだと、X 秒後に X センチだけ進むんですよ。これどういうことかというと、1センチということは、秒速が1秒後だったら1センチ進むよね。2秒後だったら2センチ進むよね。だから、X 秒後だったら、そのままの通りの X センチを進むわけなんですよ。これが鉄則。だから、毎秒1センチだったら、秒速1センチだったら、X センチって P 君の行った距離を書いちゃっていいんです。今は、秒速2センチって書いてあるので、これが1秒間に2センチ行きますよ。2秒間には4センチいきますよ。2倍いくんですよ。だから X 秒間には 2X センチいくんだよ。これが鉄則で、これが書けないので、みんなここで終わっちゃうんです。アウトになっちゃうんです。なので、ここをとにかく書けるようにしたい。そうすると、1問でも、2問でもできるようになってくるので、ぜひ、これで鉄則覚えてね。秒速毎秒1センチだったら X センチ。2センチだったら 2X センチ。当然3センチだったら 3X センチ。2分の 1X、2分の 1S センチだったら2分の 1X センチ。こういうことなんです。ね。だから、この状態。AB 上にいるときは、ここの長さは 2X って書いちゃっている。P 君が X 秒後にあそこにいたよっていう話なので、X 秒後に進んだ距離だから 2X って書いてしまう。そして何が必要かって言ったら、この三角形 APD だから面積を表現すれば Y イコールでね、Y イコール底辺かける高さかける2分の1。できた。これでおしまい。Y は 20X という式が書ければ完成なんですよ。わお、できちゃうんですよ。ね。こういうことなんです。ほんで、もう一つ、A にいるときに、まあ、
ここからスタートしますよということですから、これが0秒後。B に行くと10センチ進むわけじゃないですか。ここ P 君がここに来たと。10センチ進むのに何秒かかるかもちょっと知っておいた方がいい。1秒間に2センチ。ほんで10センチ進むので5秒かかるんですよ。なので5秒後に B にいます。そして B から C までさらに20センチ行くから、こっからここまで10秒かかるんですよ。だから合計でここスタートだと5秒で15秒後にここにいるんです。で、さらに10センチだからこれ5秒かかるでしょ。こっから。だから最終的には20秒後に、スタートから20秒後にここにいるんです。こういうことも知っておくと、ここに X の変域謎が書けるわけです。X って何秒、X 秒だから、0秒からまず5秒までが AB 上なんですよ。じゃあ BC 上ってどこですかって言ったら、こっからここまでなので、5秒から BC 上は15秒までなんですよ。こんな話なんですよ。じゃあ BC 上にいるときはどうやって三角形 APD の面積って表現できるかっていうと、例えばこれ見てくださいよ。底辺が20、高さが10って決まっちゃってるじゃない。だから X なんか実はいらないっすよね。まあ、X っていうのはここからここまでが 2X ってね、P 君が行った距離だから 2X なんだけど、この 2X っていらないっすよ。底辺が20、高さが10決まっとるから。だから Y は底辺かける高さかける2分の1で Y は100って決まっちゃって、5秒から15秒まではずっと100。なぜ？ほら P 君ここにいたらこんな三角形になるんでしょ。ほら底辺が20、高さ変わんない10、おしまい。なんで最後 C デー上にいるとき、こんなときですね。これは P 君が進んだ X 秒後に進んだ距離は、ほら、今波線で言っているここ。これは鉄則から 2X センチ。こっからここまで。で、P デーの長さが本当は知りたいのよ。P デーの長さってどうやって求めるかというと、これとこれとこれ。3辺を足して、ニョロニョロニョロ、P 君が言った部分を引けば、ほら、P デーが残ってくるじゃないですか。もう行く行くよ。これとこれとこれ足して、ね。これからニョロニョロニョロを引けばこれが残るでしょ。これなんです。つまり10センチと20センチと10センチ、10センチと20センチと10センチから P 君が進んだ 2X センチっていうのを引くと P レーが出ちゃうんですよ。これが 40-2X なんですね。となるとだよ、底辺かける高さかける2分の1でちょっと面倒っちいけど出ちゃうんですよ。ちょっと変えとくよ。Y は底辺かける高さこれ 40-2X かける2分の1で出てきちゃって、こう約分できちゃうから10になる。Y は10-40-2X。だから Y は 400-20X。Y は -20X+400。できちゃった。これでいいんです。ほんで、何秒から何秒かっていうと、さっきのこれね。C デー上にいるときは15から20なんで、X は、あ、間違った。15以上、X は20以下となっていれば、ほらほらほら、完成なんですよ。ユー！じゃあね、グラフまで書いて終わりにしようじゃないか。グラフは、まず、0秒から5秒まで。どうなってますか？ 5 秒まで。5秒でどれだけになるかっていうと、ここなんです。これなんです。これはまさしくこの三角形と一緒。底辺20、高さ10、かける2分の1。つまり5秒で100になるんですよね。5秒で100になるから、この100を取って、5秒で100になるので、ここを取ってあげて、これを引いてしまえば、最初のグラフ書き上がり。そして15秒まで、5秒から15秒まで、15秒まではずっと100なので、Y イコール100をまっすぐ引いちゃってください。ほら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 。そして最後が20秒で終わるんですよね。どん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 ちっちゃくなって、20秒で終了して、P 君は面積が、三角形が0になる。
こんな形でいいんですよ。さあ、等脚台形ができました。こんな等脚台形ができる基本バージョンの動点だったっていうことなんですね。では、もう一度鉄則確認します。P 君のスピードがポイントなんです。毎秒1センチ、秒速1センチであったら、X 秒後に P 君は X センチ進みます。毎秒2センチ、秒速2センチであったら、X 秒後に 2X センチだけ進みます。まずこれを押さえて、三角形の面積は底辺かける高さかける二分の一。これでできちゃう。もしこれが得意になっちゃったとしたら、飛躍的に諸君の能力は上がるので、ぜひ頑張ってほしいなと思います。そしてこの動点、かなりの確率で出てくる。ね。ですので、得意にしてしまおうじゃありませんか。では、次回から中間テスト対策、延長授業になって、そして復習に入りたいと思います。じゃあ、よろしくね。では